どうもこんにちは、バンでございます。いや、 GoPro 買った。 GoPro Hero 8を多分今更なんだろうけど買っちゃった。まあね、あの前使ってた X3000 はここにあるか。 X3000 ソニーのやつね。これだいぶあちこちいろいろ一緒に行きましたね。まあで丸2年ぐらい使ったのかな。丸2年ってね、スパン短いよね。で X3000、 これはこれで画質もなんかこう平均的にいい感じに綺麗に撮れるし、ゾナーだっけこれ撮れるし、音声がすごく良かったんだけど、音声がまともに入らなくなってきて、なんていうの、ずっとね、風切り、なんていうの風切り音防止オプションみたいなのあるでしょ。ずっとあれがオンになってるみたいな、ずっと廃落ちどころかレベルがすごいちっちゃくて、しかも廃落ちしてるこもった音になっちゃったんですよ。でまあこう外見から見てもなんだし、でも修理に出すもなんだしなと思って、ソニーの修理はちゃんと毎回直してくれてますけどね。ああ RX100 一回だけなんか変なことあったな、ありましたけども、まあ、基本的にちゃんと直してくれる。まあちょっと新しいの言っちゃいたいな。手ぶれ補正もすごく良くなったしっていうのと、あとね、もうすでに注文してあってまだ届いてない状況なんだけど、あの GoPro にあれをメディアモジュラモジュールモジュラってやつ、あの肩にあのちっちゃいショットガンマイクが、指向性の強いねマイクがすごくあの入ってるというすごく入ってるというやつを注文したので、それを、待って、こっち喋りの時はよりいいよね、多分よりいいんだけど、こうやって通る時もちょいちょいやるから、その時に音量がどれぐらいさ、これここなんていうの、ヒゲカサカサ言うぐらい近づいて喋ればまあまあね入るんだろうと思いつつ、まあそんなこと考えてますけど、とりあえずですね、まあ買ってきてバッテリー充電してオンオフよしって感じ。今日さ気圧がおかしくてどうも疲れちゃってね。で事務作業もいろいろまあまあ結構進んで、ノートを今日は更新したな。あのリンクつけとくから、あの見といてね、ぜひ。あれですよ、あのネット上でね今いろいろ問題が頻発しているみたいですけども、それについて、まあアンチ活動するしても社会に益がないから、そのアンチ活動自体がもうなんだろう、何もいいことがないでしょ、誰にとっても。アンチ本人が、本人とひょっとすると本人のそのアンチ同士の連結で俺たちやってる感はあるのかもしれないけど、その本人&その人たちが気持ちがいいだけで、あの社会を前進させる方向に何も力が働いていないと。普通はその社会に生きてる人間だったら社会生かしてくれてありがとうの気持ちが働くので、なんだろうな、まあ、社会に恨みを持ってる人もいっぱいいるけどさ、そうは言ったってなんだかんだいろんな人の助けを借りてね、僕もそうですし、直接的にその、まあ、嫁さんとか両親とかね、兄弟とか、そういうあと仕事先の仕事先で仕事仲間の人とかね、そういう人たちのお世話になっているっていう部分もあるんだけど、回り回ってやっぱりインフラも含め、いろんなその第三次産業サービス的なところも含め、いろんな人のお世話をになってるし、お世話をし合って生きてるというふうに、大人になると普通考えると思うの。だからなんない、直接ムカつくことあるけどね、あのコンビニの店員さんにお金をこうチャリンと落とされてイラッとくるとか、いろんなことがあると思うんだけど、でもまあそういうのは含めつつも、でも社会をみんなで回していこうっていうことは、結局社会をじわじわ良くしていきたいなっていうのが、まあ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 まともな人の発想であろうと思うんですね。でそういうふうに考えているし、僕のチャンネルは基本 98%男性、97、8%ね、まあ時期によってあの上下するんだけど、そういうふうに男性が多く、かつ、まあ年齢が高いわけですよ。30代40代がピークでこうなってる、まあ、大体僕と同世代が一番多いんでっていうふうになってるんで、まあ大人でしょうということは、まあ大人相手にお話をすることがほとんどだし、若い子たちもちょいちょい見てくれてますよね。その10代20代の若い写真最近始めたんだっていう若い子たちがたまに見てくれているよっていうのを、私もその教えてもらって知る機会があるんですけども、その子たちに対しては大人っていうのがどういう、なんていうの、その子たちに、若い子たちに大人がどうあれって教えるんじゃなくて、大人がどうあるべきかっていうのを僕らが自分たちで考えて、自分たちがどうあるべきかっていうことを自分のこう体を使って行動を使って見せていく義務があるなというふうに思うんですよ。責任があるなというふうに思うんで、そういう意味でまあ僕もあのノートに書きましたけどね、その御苑で、ワークショップを開催した、まあ、ミスですよ。そういうことはあったんで、御苑の皆さんに悪いなっていうのと、そのアンチ君たちが騒いだおかげで、アンチ君に不愉快な思いをさせられた人に申し訳ないなと思うんだけど、アンチ君たちに対して謝るっていうのは一切ないので、
そのあたりですね、まあ、読んでもらえば分かるから読んでね、ぜひね、ということだと思ってるし、社会全体がそういう足を引っ張る、僕のじゃなくてね、社会の足を引っ張る方向にしかその力を発揮できない人に対して一生懸命こう配慮するわけですよ。でそれをね、ちょっといくらなんでも日本はやり続けてしまっているので、いろんなところで萎縮して、いろんなところで無駄なお金がかかってるなっていう部分があってね、ちょっと問題だなという、まあ、僕個人の発想なので、まあ賛同してくれる人もいるし賛同しない人もいるとし、それはお互い自由だから、そういうふうな意見をお互いに健全に、投げ合うのが本当はいい形なので、足を引っ張るどうかは関係ないよね、こういうのね。俺は意見が違うっていうだけだから、違うからあそうかっていうだけで、どちらがその正当性があってね、どちらに味方が多いかっていうのを、まあ、その議会制民主主義やってる国だから基本そうなんですねということなので、ただ単に嫌い、バンのこと嫌いっていうのはそれも思ってればいいけど、だからって言ってよその人に迷惑、僕に限らずね、僕にも迷惑かけてほしくないよもちろん、だけど僕以外の人のところにもわざわざ行って迷惑をかけむ、こんななってうわーってロボコンパンチみたいになってる中身はまあ30代40代50代のおっさんだと思うよ。そういう人を見てるとね、そこに基準を合わせてその人たちが満足するように何かをするということはない、金輪際ないよ、そんなあるわけないじゃん、そんなの。そこに配慮するからみんな世の中がおかしくなると思うので、僕はこれを見てくれているあなたですね、そのまともな話に向かって僕はずっとお話をしているつもりなので、それが今後も変わりません。で基準はそこに設定してるし、気のいいおっちゃんが見てくれてると思うよというふうにも。だからそれが YouTube の場合は何だろう、喋りもあるし僕の顔が見えているから、その何だろう、まあ、人によっていい人そうに見えるんだって。僕はそんなつもり全然なくて何も変えてないから。で Twitter だと失礼なやつが文字で、文字だとより失礼な人って失礼じゃん。だから失礼な人がかかってきた時に容赦なくボッコボコにするのね。ボコボコに大したことないんだけど、失礼だよっていうだけなんだけど、それがすごく怖くて、なんて言うんだろうな、いかつい感じに見えるっていうのを言われるんだけど、別にどっちも僕変えてるつもりがないんで、 YouTube だからいい顔してる、 Twitter だから悪い顔してるってことないですよ、っていうことが全然なくて、どっちも本心だから別に。だから過去のツイート消したこと、なんかの間違いで消したことは一回あると思うんだけど、リンク違いとか、例えば写真、誰かと一緒に撮った写真のクレジット間違いだとかね、付け忘れたとかで1回2回消したことはあると思うんだけど、基本的にその自分が発言したことに関して、政治的なことも含め、全然消したことないから。だからアンチの人たちが一生懸命こんなひどいことを、こんなひどいことって言ってるけど、だから何っていう感じですね、こっちからしたら。それについて訂正したいとか、消してくださいと思ったこと一度もないんで、っていうふうに思ってますんで、全然なんだろう。あとごめんね、話は長くなっちゃうんだけど、面白いのは結局ね、そのアンチ君たちって、その自分が想定する、自分が生まれ育ってきたり自分が見ている観測の範囲の中で想定する欲望について、バンも、例えば一番簡単に言うと、バンもお姉ちゃんにモテたいだろうと思って、例えばですよ、その一生懸命そういうところを想定して攻撃するわけですよ。つまり人間っていうのは、僕も多分そうなんだろうけど、誰か僕は自分で攻撃するってことまずないんだけどね、その誰かを攻撃しようと思った時に自分だったらって考えるらしいんですよ。それを観察しててすごく面白くて、だからご存知ないお父さんたちに説明すると、僕が YouTube とか、あとクラウドファンディングもそうですね、お金を稼いでいるっていうのと、僕が女の子の写真を撮ってるっていうのがすっごいムカつくらしいよ。で多分おそらくその2点がそのアンチをしている人たちの弱点だろうから、それについてその攻撃を、僕に対して攻撃を仕掛けてくれば、その人たちはこう僕に対しても大ダメージになるだろうというふうに想定をして攻撃してきてて、で僕も多分お金ないと死んじゃうから、お金は欲しいし、お金は好きだよ、制作費に回せるから好きだけど、こう全然こう、いやまあ攻撃一生懸命してるのは分かるけど、いやそこじゃねえんだよなって言って、正直取引先一社なくなったの、アンチ君たちが攻撃してくれたおかげで。でだけど別にまあそういうこともあるでしょうっていう感じで、全然だってほら俺全然健康に生きてるし、その後でここのスタジオをさ、賃貸だけどね、スタジオ借りてるし、別に財務的にもまあそんなお金持ちじゃないけど、カメラ買うペース別に落ちてないでしょっていうことなので、そういうのだからさ、その人間っていうのは自分が
よく言うじゃん、自分が見たいものしか見ないって言うでしょ。それと同じように自分が誰かを攻撃するときにも自分だったらっていう想定のもとに戦略を立てて、まあ、基本的に感情垂れ流しだからその戦略的なやつはいないからこのレベルではね。だからそういう風なんだなと思って、その何に生きるかはよく分かんないんだけど、非常にこう勉強になるというのもあれなんだけど、まあ、人間を見ていて面白いなというふうに言うと思いますね。だからそういうのをやりつつですね、でもかといってその僕が何だろう、生きるのを止めるわけにいかないし、例えば何だろう、出版社今ね、これまで経歴をわざわざ明らかにしてこなかったの理由があって、どうせアンチは出てくるだろうと思ってたの。最初の時点でもうだいぶそのいろんな人の行動を見てからスタートしてるから、結局ね、その普通ウェブサイトフォトグラファーですって言ってウェブサイトやってたら取引先出すのよ。でそれはなんで取引先を出すかっていうと、私は社会的に信頼がおける人間なので、私に仕事を振ってください、取引先はここで、取引銀行はここでっていうのを社会的な信用を得るためにやるんだけど、僕は基本的に直接やり取りしている仕事と、相手とばっかり仕事してきたので、やる必要ないのよ、俺のこと知ってるから。でその既存の仕事先に行って、バンさん最近 YouTube 頑張ってるねみたいな、そういう感じなの。ていうかむしろ始めたんだってみたいな、そういう感じだったのよ。だから僕は結構シビアなのかね、その辺。だから今回ウェブサイト新しくしたんだけど、今回のウェブサイトはすごい失礼な言い方かもしれないんだけど、日本人の、なんだろう、日本人の写真愛好家向けじゃない。見てくれていいんだよ、 もちろん見てくれるの大歓迎で嬉しいんだけど、写真で、ね、楽しんでもらえば嬉しいんだと思うんだけど、エンターテインメントのために作ってるわけじゃなくて、僕の写真をプリントを、プリントをそこの写真から作った時に買う可能性がある人に見せてる、カタログなのあれは。だからそういうふうにその自分が情報を、これもある意味アンチ君たちのおかげっていう部分もあると思う。自分が誰に対して情報を流すかっていうのを非常に戦略的に考えるようになったというか、誰々にそのなんだろう、誰にこの情報が渡った時にどうなるんだろうとか、自分がどうしたいからどこに向かって写真を投げたらいいんだろう、それにはどういうそのお膳立てというかステージ作りが必要なんだろうかっていうのところから考える必要があって、だから書籍の仕事が一社取引がなくなったけど、別にまあっていう感じ、正直なところね、があって。取引がなくなったのってさ、でもいつも通り言ってるけど、普通は例えば家族を抱えてたりマンションのローンを抱えてたりすると、車のローンとかね抱えてたりとかしたら、その一定額、そのなんていうの、想定する出ていく額がこれぐらいあって、自分にとってこれぐらいの生活水準が必要でってみんな思うじゃん。だから結局そこに対して自分の収入、必要な収入っていうのをイメージとして作って、まあ、みんな大体あるよね、そりゃね。あの月給制の人の方が分かりやすいから、そういうのって。でそれを作り上げて、それに対してじゃあ自分がどれぐらい収入が欲しいかって、フリーランスでも結構やりがちなんだけど、俺ね、ほんと最低限ギリギリしか想定してなくて、家賃払えれば OK ぐらいの感覚で生活水準作ってるから、全然俺貧乏平気なので、嫁さんは泣いてるけどね多分ね。でそれに対して収入が多かったら制作費に回せるなとか、好きなカメラが買えるなとか、いつかはハッセル欲しいなとか、そういうこと考えてるの。だからそもそもの想定が全然違うから、取引先が増える減るっていうのは、アンチ君が攻撃する攻撃しないっていうのが、あんまり正直なところ関係がなくて。だから出版に関しては取引先が要は出るわけですよね。その出版社の名前っていうのが出るから、結局まあそこが攻撃のキーになるけど、そこ以外は明らかにしておかなければインターネットで検索したって出てこないのよ。だからハッキングでもしない限り分かんないんで、そういうことを見てるとですね、非常にこうなんていうの、一生懸命経歴をウェブサイトに、取引先どこで、取引先でこんな実績こんな実績とか一生懸命やんなくて逆に良かったなと思って。だってさ、俺の基本スタンスはアンチに対するそのなんていうの、防衛とかっていうの以前に、ウェブ上に今乗っけてるのは基本的に今回までよ、今回のウェブサイト更新するまでは写真を撮る友達と一緒にその日本の写真文化を良くしたいって言って、ちょっと風呂敷がでかすぎるんだけど、簡単に言うとその写真を楽しむ仲間を増やしたいなと思ってるんです。ずっとね、今もそう思ってるんで、アンチ君たちの攻撃を経た今でもそう思ってるんで、まあ、大多数は 99% まともだからさっていうふうに思ってるんで、それに対してじゃあまあ作例が見えた方がいいでしょ。作例っていうのは本当は作品って言ってる、言うべきなんだろうけど、あの遊びで楽しく撮ってる写真でこんな感じで、なんでかっていうと本業の仕事で撮ってる写真とは関係がない写真ばっかりアップしてるのずっと。で作品として撮ったわけでもなく、あの自分の作品ねとして撮ったわけでもなく、仕事で撮ったわけでもない写真
作例なのね結局。だから写真技術があると根本的なね基礎技術があると基礎体力みたいなもんで、基礎的な撮影技術があるとみんなもこういう風に写真撮って楽しく遊べるからみんなもやるといいよっていうサンプルとして投げているわけで、まあ、Twitter とかでもまだそうだねっていう風に投げてるし、 YouTube でもそうですね、あのレンズの作例として出してるのはそういうものなので、だからそれをそういう感じなのよ。だからもともとお仕事ゴリゴリしてるつもりがなくて、仕事完全に別でやってきたから、出版ところだけだね表に見たのっていうことだったんで、なんかこうまあアンチの皆さんも非常に攻撃はしづらかっただろうなと思うし、で実際にそのまあ僕ミスがあったんだけどね、新宿の御苑で、ワークショップ開催っていうのはあれ自体はもう禁止って書いてあるのを僕が見落としてたの、正直なところしっかりチェックしてなくて、新宿御苑の中で写真教室行為をやってるわけではないから一緒っていう気分があるのね。そこにもいろいろその流れがあって、写真じゃない、その写真に限らず公共の公園の中で、資材じゃないでしょ公共のものだから、に対してそのよほど占有する場合以外についてはどうしてそこまで規制する、日本の規制やたらと厳しいから、日本でのその作品制作ですよね、自分がアートやりたいって写真を撮りたい、ロケーションで撮りたいって時もめっちゃめんどくさいので、そこに無駄なコストをかけることでいろんなところ進行が妨げられてるんだって、要はお金かかっちゃうから、あれでもあの埼玉のどっかの公園で撮影しようと思って許可取りに行ったら役所に2回来てくださいっていうので、2回来て電話して確認してからまた役所に来てとか、やってらんないわけですよそんなの、アホかと思って、正直その役所の方と軽く喧嘩をしてしまったことがあって、であのね、あなたたちはその給料出るからそこにいられるからいいかもしれないけど、いやーつって、しかもそれ仕事と関係ないレフ板を使って写真を撮る程度のことでもそこまで許可を取らなきゃいけない、でしかもまあついでだから話しちゃうけど、また今度ねノート書こうと思うんだけど、商用か商用でないかっていう境界がわざと曖昧になってる部分があるわけですよ。お互いに曖昧にしといた方がいい部分があって、もろ広告撮影だったらまあ許可取らないとダメなんだけど、みんな許可取ってるよ、仕事でやってる人たちは当然取ってるんだけど、その微妙なやつよ、例えば YouTube これ商用じゃないからね、だったりアフィリエイトブログをやっている人がどうとか、時期によって撮った時点では商用で使うつもりがなかったんだけど、後でアフィリエイトブログにアップした場合はどうなるんだとか、それ結局担当者の判断でその人の気分で決まっちゃうわけですよ。それをその気分で決まってしまうあやふやな状況になってしまうのはいけないと思うし、だからといってアホみたいな厳格運用されたら僕はそれで怒るけどね。そのこの間のスナップの鈴木達夫さんの件と同じで、さすがにインターセプトしてまで撮るのはあれだけど、写真を撮ること自体を、公共の場で、ね、写真を撮ること自体を止められて何でもかんでも全部許可を取れっていうのも、それは僕は賛同できないので、それはそれで別だと思う、議論はした方がいいけどねというふうに、とりあえず現在の時点で僕はそこには賛同しないよっていう立場なので、そういうの一個一個やってこうよっていう話なんだけど、その新宿御苑についてはとりあえずルールがそうなっていた以上それに本当は従わなきゃいけなかったね。意義があるなら意義がありますって言わなきゃいけなかったの、僕はそこをスルーしてしまったので申し訳なかったんだけど、ただまあノートも読んでもらえば分かるんだけど、写真教室行為は中でやってないのよ。お金の授受もしてないし何も教えてないし、一緒にゾロゾロ移動したわけでもないし、御苑の中を占有したわけでもない。占有って言ったらさ、その大体が占有の問題でしょ公園の場合って。これまでいろんなところの公園に行ってその写真を撮るんですけどって言うと、占有をするから許可を取ってくれっていうのね。で公園によって商用だから OKOK じゃないとか、そのなんていうの、その敷地はそれぞれいろいろあるんだけど、条件はあるんだけど、基本的には占有がダメという文脈でダメですよって言われることがあるんだけど、バーベキューやってる人たちとか、そのレジャーシート引いてる人たち2畳分とか、花見とかめっちゃめちゃ占有してるじゃん、何時間も。で撮影会の皆さん見てて思うんだけど、撮影会の場合はさすがに大人数で1箇所で物を置いてやってたりするけど、まあ、一応占有になるだろうけど、かといってそんな何十時間も撮ってるわけじゃないでしょ。1時間とかで動く、もっと短いよね下手したら。僕も前講師で呼んでいただいてやってたけど、全然2、30分ぐらいで点々と動いていくわけですよ。だからそのあたりだから本当はもっとみんなで議論しなきゃいけないよなって言って、そこにまあちょっと火がついたから
ゲーム問題の時もやるかなと思ったんだけど、結局僕はでもね諦めた。そのめんどくさいから、ルールがいろいろ、ルールに手を突っ込もうとすると政治になってくるから、僕は政治に手を突っ込みたくないし、結局すごく冷たいんだけど、そこに僕が投入するエネルギーと、みんながそこに議論に参加して、よっしゃよっしゃってある程度の数が集まってですよ、議員さん擁立してもいいよっていう風にやっていくエネルギーと考えた時に、いや僕は個人でそんなことやってらんないから、少なくとも現時点でそうなっている、ルール上そうなっていて、異議を申し立てしている人がいないということは、まあ写真撮っている側の総意としてアンチ側の意見と同じってことだよねっていうふうに判断をしたので、僕は活動の場をクローズドの場にどんどん移してきたんですね。なんか YouTube が今唯一オープンな場で、まあノートもオープンかっていうことになってるんで、そこで皆さんと接点があればまあいいかなって、それ以外にオープンな場で意見を別に聞いてもらう必要も特にないかなというふうに思ったので、そういう活動に切り替えて、書籍についても書籍の出版はまあいいかと思って、自分で文字情報を書いてどこが出すかどこに出すかの問題は今デジタル時代いろいろあるんで、やりたいことはあるんだよっていうふうなので、まあまあまあっていう感じで、この半年もっと、あ、ちょ1年ぐらいかもっていうふうに活動してきて、そのおかげでオンラインサロンもサクサクっと進んで、オンラインサロンオープンできたんですねっていうことだったので、まあ、経緯を説明するのに1年越しになってるんですけど、基本的に僕ずっと地下に潜ってやってきたのはそういうことです。だからそのアンチ君たちが言ってることが全然正しいと僕も全く思わないんだけど、まあその皆さんの総意としてどうなんですかっていうのは僕も含めてだけどね、僕もアンチ君たちも含めて、みんなの写真を撮る撮られるとか、公園側の人たちとかも含めて、みんなで総意を作って本当はちゃんと議論をしてやろうねっていう、民主主義社会なんで一応そういうことにはなってると思うんで、一応問題提起だけはしたいなと、議論の場があるなら僕も参加したいなと思うんで、ぜひ行きたいなと思うんですけどね。ただ自分からやる気はないね。そんなそのだって俺個人だもんですよ、やってるの死んじゃうよそんなことやってたら、政治活動政治団体じゃないからっていうふうに思いますんでですね、皆さんもぜひ、またコメントちょうだい、コメントで、いろんなことね、それについていただけるといいなと思いますね。まあでもルール、まあ、ノート読んだ上でぜひいただけると非常に、まあ文章長いけどね、喋りと同じでというふうに思いますんで、また俺今さ、シグマの30mm の話をしようと思ってたのに、なんかまた話が長くしちゃって、ここでまた一旦切りますね。本当に今回は本当にちゃんと次の動画でレンズのレビューしよう。いいレンズなんだよあれ。一旦切るね。またね。